皆さんこんにちは。今回は学園祭の王子様の誰パートをやろうかなって言いつつもう決まってるんだけどね。なんかそのコメントを結構見直してたらさ、まあ、1年近く前だけど富士をやってほしいっていうコメントがあって富士をやります。でもまあこれは意外と私が攻略菊丸大石カイドウ紋章はやったのか私は。で手塚龍馬富士にハートがついてるけどこれは兄弟がやったのであって私ではないので、シクヨロと言いつつ私も高校生の時にさ、ちょっとお姉ちゃんがやってるのをチラッと見たから大体知ってはいるんだけどね。ここら辺は見たからいつのもながらにスキップしようかなと言いつつちょっと見てしまう。なんか学園さんの王子様ってツッコミどころ多すぎだよねマジで。全国大会前に何やってんのって感じなんだけど。うわ、人だけ登場の仕方が違う。ガッツポーズしてるカオルちゃん。部長。え？ほわん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 。髪の毛こんな緑色だったっけ。さっきから気になってんすけど。何？テニス部員じゃないのが一人いるっす。めっちゃ嫌味っぽく言うじゃんこいつ。ああ、紹介が遅れたな。彼女は学園祭の運営委員で。なんかちょっと横に広がった手塚。彼女は我々テニス部の担当だから学園祭の準備でいろいろと助けてもらうことになるだろう。しくやろう。では学園祭の詳細についてなんで大石と運営委員に説明してもらう。古本。うわー触覚。そういえばこいつも私はクリアしたんだったな。あ来た、優しい優しい富士先輩。来た来た来た。なんかアトベとサカキって標定の。アトベとサカキって、まあ、標定以外にいないよね。性格の制服って全然特徴ないね。ネクタイもないし。それってなんか怪しくないですか。そうそう。あ、面白地味に初登場。すごい真四角だな頭。あのアトベってやつなんか企んでそうじゃないですか。うん、ちなみにこれ拒否権ないの。別に下心があるわけじゃないみたいだ。うん、ただ何ただあ、そっか、タカさんもいるんだった。学園祭に参加する各テニス部員に模擬店の出店が義務付けられていてね。めちゃくちゃ目つき悪いな。くだらねえ、全国も近いってのにんなことやってられっか。そうだね、これだけはカイドウの言うことが正しいよ。こればっかりは。まあそういうな。カイドウ礼儀正しいくせにさ、割と先輩にタメ口使うこと多いよね。乾に対してあんたとか言ってるし。だからそんなに熱くなるなよ。ほいたかさんラケット。ちなみに声楽は喫茶店と、金魚すくいと綿菓子だよね。で富士は綿菓子じゃない、喫茶店の方か。じゃあとりあえずセーブします。あ、元彼の記憶をどんどん消していきましょう。この眠り姫子って名前割と気に入ってたりする。自分だけど、自分で決めたけど。なかなかいいネーミングセンスしてると思う。8月22日、あ、今日は撮っての20日だからだいぶ近いね。めっちゃ暑いだろうね。うわーお、おはよう。ああおはようって返してくれよ。でもカイドウあんまりおはようって言わなそうだよね。おうとか。わあ手塚先生。では我が声楽テニス部の出展する模擬店を決める。おいし司会を頼む。なんかこの学園祭の王子様でよりおっさんらしくなって。わかった。なんか意外とね手塚とか乾先輩みたいな
キャラっていうのはね、意外と中学生でいるよ。なんかみんな老けてるとか言ってるけど、いやそれこそさ、真田が一番ありえないよね、中学生としては。意外と私の中学に普通に手塚や乾みたいなやつはいました。3年だけどまあガリ弁で頭がよくって話すと頭痛い感じになる。手塚と乾は普通に中学生としてはねあ、10円ミッケちょっとだけラッキーかな。いや中2で一番ありえないのカイドウくんでしょ。ここは話しかけた方がいいのかな。なんだか少し様子が、いやいやいや、私手塚より乾の方が話しかけづらいと思う、現実にいたら。一応なんか話すのに困った時にカイドウくんに話しかけれるようにしよっか。これもランニングで、これでタウの話題ゲット。これで私がね、カイドウに話しかけた時に嫌な断られ方をせずに済むっていう策略よ。あ、待って、ここ誰もいなかったわん。意外と赤屋編の時に気づいたんだけど意外とね、見といた方がいいんだよね見ておくことでイベントが変わってたりすることがあるので。てか3人でなんか2人1組になってなんか打ち合いとかしないの？これなんで1人ずつコート使ってんの？ジーフ先輩。ん？ああ、君か。どうかした？優しいな。あのですね、まあ、これは断られるの前提で。悪いんだけど、今ちょっと手が離せないんだ。また今度でもいいかい？若干イラついてる感がする。うん、ごめんね。まともに会話できたのはカイドウだけっていう、意外だわ。あれ、何かあったのかな。よし、じゃあ菊丸に話しかけてとっとと終わりましょうか。あ、待って、その前になんかないかなこの倉庫の備品をメモしておくべきっていう時があるんだよ、たまに性格はないのかな。人に大きなカバジにぶつかったりとか。おっと え？いやいやいや、こっちのセリフ。ごめんなさいです。ダム君も攻略対象だからすごいよね。ちなみに富士が終わったらなんか後部やってほしいですっていうのが来てたんで、後部をやるけど、まあ後部も大体私知ってるよ。有名だしね。でもあれを実際自分がやるとなったら発狂しそうだけど私は。お菓子の話題ゲッチュ。あ、ごめん、まだねちょっと風邪気味なんだよね。あ、金魚すくいブースの下見の時間だ、急がないと。あれ、みんなはまだかな。おい。え、私？このエリアが俺たちに割り当てられたブースか。はい、そうです、敬語使ってる。へえ、結構広いな。こう、金魚好きな。それはそうと、金魚ってどこで売ってる？わー、パート1でサムネゲットできないのはしんどいな。なんか富士に写真撮られたのはどっかで使っちゃったような気がする。
今が話しかけるチャンスかも。いや無理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 。カイドウ次の日にならないとタオル返してくれないでしょ。この星はなんだ、変わっ内容が変わってたりすんのかな。ほうほいほーい、立花さんよ。保健室で阿久津がサボってたりしませんな。やべ、話す回数3回もあるわ、やばば。手塚もねやりたいんだけどね一応。よくわかんないな、手塚ポーカーフェイスだからね。何かあった？あ、初のタカさんに話しかけてみよっか、なんかありそう。よ、うわ、怖っ、びっくりした。あ、川村先輩はテニスの練習ですか。イエス、燃えるぜ、バーニング。キャー。おっと、ソーリー、サプライズさせちまったかな、ベイビー。タカさんはバーニングタカさんの方が私好きだったりする。川村先輩ですよね。オフコース、双子とかじゃなくて。そんなことはナッシング。そのタカさん、彼女困ってるよ。おいし、おいし先輩、川村先輩は一体。ああタカさんはね、ラケットを持つとちょっと強気になっちゃうんだ。ちょっとどころじゃねえよ。あ、そういえばミーティングの時、タカさんちょっと休憩しよう。オーライオーライふうじゃねえよ。あ、戻った。あ、ごめん、びっくりさせちゃったかな。記憶はあるの？本当に同じ人なんですか？あ、いえ、多少は。本当に、え、本当に同じ人なんですか？え、地味に悩む。何これ。まあまあ、びっくりはしたよ。え、多少は。どうしてかはわからないけど、ラケット持つとああなっちゃうみたいなんだよね。ラケットだけかな。卓球のあれは、バドミントンのあれは。はたまたスマホは。おほほ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 。なんかジローが寝てたりとかないのかな。あ、間違った。駄菓子って小さい子に人気が出そうなのに、手塚がここにいていいのかしら。でも話しかける回数あと2回もあるからさ、とりあえず大石に話しかけて断られておくか。ちょっと助けてくれてありがとう、さっき。ああ君か、どうしたの。ああごめん、今からちょっと行くところがあるんだ。完全に嫌われてるわ、主人公。天気いいですねとかさ、話しかけた後にさ断られてんでしょ。なんか そうだねとかさ言ってくれてもよくない。ああそうだね、いい天気だね、熱中症に気をつけてねくらいさ言ってくれてもいい気がするんだけど。天気がいいですね、あごめんちょっと行くところがあるんだ、ごめんねっておかしくない。みんな冷たくない。あ、富士パイセン、やあ眠りさん、何してらっしゃるんですか。写真をね撮ってたんだ。時代を感じる。写真、何の写真ですか。花だよ、ほらそこにキキョウが咲いてるだろ。あ、本当だ。日常のちょっとした一コマを写真に撮っておくのが好きなんだ。へえ。そうだ君の写真も撮ってあげようか。ぜひ撮ってください。いいんですか、お願いします。それじゃあ撮るよ。はい、チーズ。ね無理にポーズを作らなくていいよ。どんなポーズ作って、セクシーポーズ作ってるのが。あ、どういう普通がいいんでしょう。そうだね。そこの花を見ていてくれるかな。はい、わかりました。うん、そんな感じ。はい、しゃがみ込んで花に手を添えてる感じがいいと思う。え、もう撮ったんですか。うん、デジカメだから音が小さいんだ。変な顔してませんでした。大丈夫。あ、これ私ですか。そうだよ、
なんだか別人みたいです。ソフトフォーカスをかけたからじゃないかな。何それ、先輩上手ですね。後でプリントアウトして君にもあげるよ。ラッキーラッキー。いろんな話題ゲットした。越前に話しかけておけばよかったな。カルピンの話題ゲットできたのに。まあ喫茶店ペースはちゃんと見とくか。うん、場所的にもいいんじゃない。喫茶店として使うにはちょうどいい広さだと思います。飾り付けは必要ですけど。そうだな、あとは必要な備品だが。調理器具とかテーブルは委員会の方で用意してくれるんだよね。はい、必要な数を知らせていただければ用意するそうです。そうなるとあとは食器類と食材か。ほう、あ、食器も手配できるそうです。それはありがたいな。なら問題は食材だな。メニューを何にするか。喫茶店だし飲み物は一通り必要だろうね。サンドイッチ程度の軽い食事もあった方がいいだろう。これ自分たちで作るの。乾先輩、本気でドリンクを作る気ですか。当然だろう、それがこの喫茶店の目玉なんだからな。どうなっても知らないっすよ。どういう意味？知らない方がいい。え？それじゃあ今日はこの部屋の掃除をして、明後日の午後もう一度ここに集まろうよ。うっす。メニューはその時決めよう。うっす。そうだな、いろいろと研究する必要もありそうだし、実験用の材料も揃えねば。実験、え、実験。じゃあ備品の調達は委員会に連絡しといてね。うっす。あ、はい、わかりました。そういえば なぜか今思い出したんだけどさ、なんかこの間外で立ってたらさ、セミが顔面に飛んできたんだよ。止まったんだよね。めっちゃびっくりしたわ。でうわーってなって顔をさ振り回すじゃん。メガネが落ちちゃって。いやー、まさか顔面に止まってくるとは思わなかったわ。セミだよセミ、まあ、ゴキブリよりマシだけど。なんか見るマークがついてる人とかいないかな。雪村、うわっと痛い。キャ、あ、日吉、おっと、え、すみません、少しよそ見してて。危ないな、気をつけてくれ。そうですね、すみません。ああ、それじゃあお前も謝れや。じゃあな。初めてのパティンじゃねこれ。なんだかクールな人だったな。いや、髪型に突っ込んで。お？あ、これは。おお、龍馬くん人形。てか、なんかなんでキャラクターの人形怒ってんの、そこら辺に。これリアルでさ、人形怒ってたら嫌なんだけど。自分の人形怒ってたらちょっと嫌じゃない。あ、特に見るマークのやつはいないし、普通に川村じゃない富士山パイセンに話しかけてみようかな。富士パイセン、うん、ああ君か、どうかした。あのですね、お菓子。写真はさすがに明日になんないとダメなのかな。あー、この学園祭の話題振りたいんだけど。悪いんだけど今ちょっと手が離せないんだ。みんな手離せないな。くそ、じゃあもう菊丸に話しかけてバイバイするよ。この変な、これ なんていうのこれ、東京ドームから、東京ドームなのかな、これ東京ドームと同じくらいの大きさなのかな、もしかしたら。このお菓子の話題振ってやるよ。うん、大好きだよ。この前も隠れて食べてましたね。でもどうして隠したんですか。いやー、ももに見つかったかと思って。桃次郎くんに。そ、
ももに見つかるとそうなんだ、くれくれってうるさいしね。ももしろくんって大食いなんですか。うん、何でも食べちゃうぞあいつは。文太の方がね。でも先輩もかなり食べる方じゃないですか。うん、お菓子ならいくらでも食べるね。私もお菓子なら食べるわ。ふふ、ほどほどにしといてくださいね。まあ、声楽声楽って言ってると忘れがちだけど、正式名称は青春学園なんだよね。青春学園っていう名前の学校本当にあんのかな。すごい羨ましいんだけど、めっちゃ青春してそうじゃん。あーでもなんか中途半端時間なら20分経ってないかな。経ってないよね。経ったかな。経ったとしても大した内容なかったと思うんだけど、もしかしたらなんかカットしてるかスキップしてるか、スキップっていうか早送りにしてるかどっちかだと思うんだけど、あー菊丸がちょっと上回っちゃってる。どうしようかな。1日に2パート上げるなんてどうすか。じゃあとりあえず切っとくわ。じゃあねー。